デーブ、その足では勝ち目はない。おとなしく負けを認めろ。貴様にこの秘伝の書は渡せない。ならば力ずくで奪い取るまでだ。ビリー、お前は不意打ちしかできないのか。そんなことはないさ。卑怯な真似しかできねえのか。あれってサウスタウンの格闘チャンプのビリーじゃん。なんでこんな楽しいことに俺を入れてくんねえんだよ。あいつ、こいつお前の手下か。どかせろ。知るかこんなやつ。俺はお前らを倒しに来た二階堂ベニマル様だ。くっ、ベニマルでもベニ三角でもいいが邪魔すんな。ベニ三角だ。かっこ悪いあだ名つけんな。俺はスーパークールファイターのベニマル様だ。すんじゃおわりゃ。決着をつけてやっ。あ、なんだよ。悪いな、こいつは俺の連れだ。
今日のところはこっちで預からせてくれ。え、まだ勝負はついてねえのによ。お前は黙ってろ。ギースに伝えろ、極限流の KOF 出場を止められると思うなとな。俺とやる気ならリングで勝負だ。暴れんじゃねえ。ここ誰の島だと思ってる。勝手な真似してただで済むと思うなよ。おいみんな、やっちまえ。人数が多いからって負け認めないつもりかよ。負けたら犬の鳴き真似って約束したのに。はっ、やめだ。はっ、はっ、くそ、仲間が嫌がった。あいつもやっつけろ。そろそろ行くよ。キャップ忘れないでよ。ついてこい。何者だ。さあな、当ててみな。捕まえろ。急ごう。よくやったな。気に入ったぜ、このジャジャウマ娘。あら、言葉には気をつけなさい。
もっと痛い目を見ることになるから。マイさん。ユリちゃん、キングさん。おっと、また来やがったな。しかも二人もいるじゃねえか。あの金髪いいっすね。でもジャジャ馬も捨てがたいし、親分モテモテ。ねえ親分、俺に一人くらい分けてくださいよ、お願いします。あのロリッコとか。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。何がロリッコだ。あれは俺がいただく。てめえら、とっ捕まえろ。はい。課長さん。マイさんをいじめちゃダメなんだから、バビッと懲らしめちゃうぞ。やっ、もう伸びちゃったの？つまんないな。ディークラップ、女の子相手に本気は出せないが、手加減してやるよ。行け！
あいつ油断しすぎだ。両チームの勝利。知らぬ今井選手は美しいだけでなく腕も立ちます。果たして彼女を攻略できる男はいるのか。よっ、はい、クリア。まさかこのまま1回戦敗退。兄さん、落ち着かえろ。アテナと同じ技で勝ったるで。お師匠様、ケンスが勝つぞ。ああ、喜ぶのはまだ早い。これで決まりや。なんや。まずい。見事でした。いや、勝負の行方は最後までわからないものですね。さあ、続いて登場するのはサイコソルジャーチームの陳玄斎選手。かなり手強い選手とのもっぱらの評判です。テリーファイト、テリーファイト、テリーテリーファイト、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 テリーファイト。胸を借ります、ロシ。わしの負けじゃ。行くぞ。なかなかいい腕をしているな。だが
ウォーミングアップはここまでだ。覚悟しろ。今度こそ、付き合い、ほりゃー、おー、うわクラーク、大丈夫か？大丈夫だ。サングラスをかければ調子が戻る。草薙卿たちはどうなったかな。何が三発で倒した、何のためのトサカ頭だよ。大門、俺たちが勝つしかないな。うるせえよ、今気分作ってるとこだろうが。相手があまりにも不細工すぎていつもの調子が出ねえの。バーカ、試合に集中しろ。覚悟しろ、ベニマル様がぶっ飛ばしてやる。おい、どないした、腹でも痛い？うん、違う。ほな、ええわ。肉まん食う？おい、ベニマル、気をつけろ。ああ、テグリーゼイ、祝杯の用意しとけ。取れ！大光景！
ょっと力入れすぎちゃった。おい、でかいの、お前大丈夫か？師匠、魂に何か起きているようじゃ。第1ラウンド勝者、アメリカンスポーツチームブライアン・バトラー。ダイモン五郎はただの柔道チャンピオンじゃないからね。マイ、これどう思う？足が折れたのにあんな飛び上がるなんて、どう考えても普通じゃないわ。なんかすごい薬飲んだのかな。ダイモン！スリー、ツWe'll be right back.
どうやってオロチの力を手に入れたのか知らないが、俺には通用しない。お前の負けは決まりだ。お前の頭じゃ理解しろったって無理か。焼き肉になっちまっても知らねえぞ。まだやるか。大した力だ。もう一丁来い。おっと、コーナーポスト殴ってどうすんだよ。あめんだよ。おりゃ。準決勝進出の4チームが決定しました。準決勝の会場はクルーズ船です。やれ。言ったろ、ここがお前の死に場所だ。誰のこと言ってるんだ。俺たちは聞いてない。リングで戦うより気持ちいいや。何？しかし、分かった、すぐに向かう。ちくしょう、始末しろ、一人残らずだ。はい。どうやってここを？はい、出るんだ。今証拠を探してる。これじゃいくら倒してもキリがないな。屋上に行くんだ。ハイデルンが脱出ルートを確保してるはず。そうはいくか。兄さん早く行け。大丈夫だ。
女連れだと気が散ってしょうがないからさ。わかった、気をつけろよ。逃げる気か？お前があの時ジェフの育てていた兄弟の片割れか。だったらなんだ。態度がなっとらんな。目上の者にはもっと敬意を示せ。お前に対して敬意などあるか。なんと美しい町だ。生めかしい女のようじゃないか。知っているか、20年前何も持たない貧しい若造だった私は自分に誓った。いつか必ずこの町の主になり、あらゆる人間を従わせてみせるとな。くだらん憎しみなど捨て、私に従え。今までのことは水に流そう。いくらでも金と女をくれてやろう。悪いな、生まれつきの貧乏性でね。それに貴様への憎しみは殺すまで消えない。忘れていた、お前はあのクソ真面目なやつの弟子だったな。腰抜けのジェフにそっくりだ。ではかかってこい。パワーウェイ！パワーダイブ！弱すぎる。ジェフの顔に免じて苦しまずに殺してやる。地獄に落ちろ。止めてあの家に送ってやる。回転のパー。
るで牙の折れた狼だ。無様な。お前の大事なギースタワーはおしまいのようだな。貴様ら欲も死ね。なかなか面白い技だ。だが所詮はただの苔脅し。お前だけは許せん。究極の奥義を見せてやる。あの構えは、は、悪あがきよ。ベリマル、クソ、閉じ込められたのか。ダイモン、ベニマル、俺だ。お前らどうした？許せ、ダイモン。アメリカンスポーツチームの時と同じ国章か。国章はどこだ。この部屋にあるはずなのに。どうじゃ参ったか。なるほど、その彫刻が鍵じゃな。
何とかしてサイコパワーを貯めるのじゃ。ケンス手伝え、時間を稼ぐぞ。はい師匠。何も怖ないで、この俺がアテナを守ってるから。何かが気の力を阻んでおる。じゃがお前は集中して力をためろ。ここはわしらがしのぐ。なんだ、女王チームの可愛いロリッコか。いきなりなんだよ、リング外じゃ女とはやらねえ。やれ、触れた触れた触れた。
最強だからな。ライト、彫刻を壊せ。二人は俺が。この美しい顔に傷をつけやがったな。マジ許せん。凶暴化してると言っただろ。お前は寮を引き離せ。やだね。こいつは俺が倒すんだ。だくあのバカ。と言ってるだろう。
たちは弱すぎる。これで終わるとは。死ぬがいい。レッドケン。なぜ。ハイデル、舐めた真似をしてくれるじゃないか。しかし私のカイザーウェイブを弾くとは偉いぞ。褒めてやる。私は貴様を倒すことだけを考えて生きてきた。お前ごとき、それができるかな。うん。せめてもの情けに、それぞれの技で引導を渡してやろう。まずいお前からだ。はい、次は。最後は三種の神、草薙流の継承者、天才格闘家。残りは俺だけだ。もったいつけんな、悪趣味親父。小僧めが、死に際に来てまで生意気な。課長戦へ。目覚めるとは。どうやら国章はお前たちの力を奪いきれなかったようだな。何しに来たんだ、このバカ。
バカだと？お前があのおっさんにやられてるって聞いてわざわざ助けに来たんだろうが。大きなお世話だ。まったく無駄口の多いやつばかりだな。まとめて死ね。一人も逃がすものか。私が負けるはずがない。我が体内のオロチの血と融合するのだ。最強の体を器に無限の力を呼び覚ませ。血が黒潮の凶暴な力と溶け合ってるわ。早く止めなきゃ。なんと素晴らしい。これが不死不滅というものなのか。神の力を手に入れたぞ。なんて速さだ。ないじゃないか。さてはあの女の仕業か。おいおっさん、探し物なら後にしろ。俺の時間を無駄にすんじゃねえ。ふざけんな。負けんなよ。お前が負けていいのはな、このベニマル様だけだ。今日起きろ。今日今日さん、あなたが頼りなんです。私を止められる者はもういない。カモンカモン、お前ごときだ。私たちは。おいバカ野郎、ほら起きろ。情けねえぞ。あんな奴倒せねえのか。誰だ。仕方ねえな。よく見とけ。なあ、食らいやがれ。そうか、ならばまとめて死ぬがいい。ん？てめえの相手はこの俺だ。どうもおっさん、
あんたのおかげで新しい力に目覚めたぜ。私は神の力を手に入れたのだ。貴様など敵ではない。神が相手だ。だからどうした。俺の炎でてめえも燃やし尽くしてやる。ゴッドプレス。何もかも俺が終わらせてやる。